マグロは全部こっから。人工キャリアよかとこ置いとっとく。いやいいよ。なんか上がりません。結構感じる。いや。これどうだ。どうだ。人参が入ってる。あれはいい。息子とかやっぱり。ありがとう。帰るよ。はい。いや、すごかったですね。いつもだいたいあの時間に行くじゃないですか。うん。でもあんな感じなんですか。うん、あんな感じ。他の人が見たら、なんちゅう仕入れの仕方やと思うよ。ある程度じゃあ、その市場の人たちも、うん、何をどれぐらい、そう、俺が欲しがっとうのは、大体もう、わかる。そう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 。意思疎通ができてるんですね。そう、そこら辺はね、こまめにしようけどね。この関係性がなかったら、俺のあの商売できんよね。魚揃わんよね。魚競りで買う時でもほら、あ、これ俺にやろうっていうイメージを持たしとうけん。なるほど。で、あ、これおもろいけん、あいつやろうみたいな。うん、お互いのことをよく知ってるっていう。そう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 。だけどしょっちゅううちの売り場も見に来るしね、みんな。あ、そうです、お店に、ね。そう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 。やっぱ携わってくれるよね。ね、もうちょっとこうゆっくり買うと思っとったやろ。はい、一個一個選んで一個一個選んで一個一個の値段確認して多分買わないを切れるのかなと思ってたら全部揃ってたんでびっくりしました。人によっちゃどんぶり勘定とかいろいろ言われるけどね。あのそこをね信用もないよ。俺は心のラインの魚しか買わないよって、知らんもんが良くないとダメだよっていうのはほらもう浸透させそうわけやけ、いちいち口に出さんでも当たり前の世界。うん、その代わり値段も文句言わんけ、ちゃんと儲かれよって。なるほど。うん、みんなでね作り上げよう感が俺の店はあるけん、おかげさんで。だけど仲買さんがおらんかったら成り立たんし。お店自体は、うん、最初から今のスタイルだった。いや、もともとあのスーパーのほら小さい魚屋さんよ、テナントの。もともと俺はそこでずっと修行しておいて、12年前か、はい、ここの場所見つけて声がかかってね、はい、で、一昨年の2月に改装してね、それからもうね、おかげさまで。
そうですね。ああ、なんかもう綺麗で上手。俺本番に連れたい部位です。エラカゴ組める。友岡さんの仕事のこだわりとか、こだわりですか。丁寧に早くこだわりっす。ゆっくりしちゃったら生もんやけんすね。鮮度が保たれる
ていう、その状態でお客さんの口に入るから。面白いやつを売っていこう、食べてもらおう。で、僕もここに来てから何この魚ってやついっぱい見ましたもん。あ、そうですか。はい、魚って奥深いんですよ、ね、変わり物の魚があって、それが美味しいって聞いたらもうすぐ買ってくるってやつね。そういう魚って食べれへんね。僕はやっぱ売りですよ、強みですよ。それでやっぱ日本人だけじゃなくてですね、外国のお客さんにも喜んでもらえるとも強みですよね。僕長浜の店長です。あ、そうですか、はい、こっちでいっぺんにこっちと向こうの分仕込んで、で運ぶ入れ分だけ、はい、ここに。もともとは福岡で漁師をされて。僕長崎です。長崎で漁師を。はい、たまたま社長があの遊び、俺のところに来てて、魚買いに。で、そこから仲良くなって、で、俺の魚、あの取ったやつを買ってもらって。そうですか、もともとは取りそうです、そうです。もうあの、ちょっと取れんくなって、やめようかなってしようときに、じゃあうち来るよって言われて、それまでさばいたことなかったんですけど。さばくとあんましないんですか。その漁師って2パターンあって、めっちゃ取ったその場でさばいて食べる人と、もう一切食べない人と、俺食べない人やったんですよ。だけど全然あのさばいたこともなくて。名前で。
ボンペの。生産会社通してあれ商売安は5時ぐらいです。そうですね、5時過ぎて6時ぐらいから始まるんですけど、今日はちょっとあれ、もうちょっとです。私あの入ったばっかり。あ、そうですか。はい。あの録画中から入社したばっかり。どうでした？このお店。もう楽しかった。楽しい。はい。皆さんもう新生中で。最初はあの魚のことは全然知らない。だから皆さんは丁寧に教えて。社長はどんな人ですか？社長優しい。優しい。優しい。楽しいですね。楽しい。
結構悩みます。まあ少ないし。まだ少ないし。少ないし。これから。今日はこれからです。当たりますよ、今日も一日。ありがとうございます。当たります。いつもこんな感じですか？イエス。あもうちょっとおりじゃないですか、まだ。いつも持っとる。まあ、まだ来てますよ、まだ。ここから来ますよ、まだ。いただきますか。そんなもんじゃないよ。はい。あ、めっちゃ綺麗。これを切ってますよってな感じで、鮮度がいいけんね、ある程度飛ばさんとね、ま、それ繰り返す、マグロが。さあ、頭と俺取って、俺下ろすけ。はい、ただいお願いします。はい、これが浜焼きです。はい。
しゃー。こっちはね。はい、よろしく。はい。頑張れよ。はい。じゃあ。はい、はい。行きまーす。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、そういう感じ。パックになる。エビも動いてる。動いてます。始めましょう。てんこ盛り。てんこ盛り。ポン。あー、いいね。超絶マグロ丼です。よーし。はい、行ってきまーす。いや、ありがとうございます。はい、あ、ちょっと待ってください。どうぞー。ありがとうございます。嬉しいです。まかないでーす。嬉しい。まかないですか？じゃあ、どうぞ。いただきます。食べてください。ありがとうございます。
てきます。おー、行ってこい。おめえ、噛んだ今。おー、噛んだな、お前は。あ、最悪だ。おで、これをここの中に入れる。はい。で、浜ちゃんの作り方を教えてあげる。で、そこで、あの引き締めのところを入れたら完成。じゃあ、もう一個やってみよう。まあ、全然暇すね。寂しいことにします、今日は。土日はもう限りじゃない。ああ、全然ですよ、もう。言うて5時ぐらいに1回落ち着いて、そこから6時ですね。まだリスタートで、ダーッと。もう切りっぱなしです。すごいですね、本当に。楽しいですよ。本気で落ち着いてたら、途切れない。途切れますよ。集中力途切れます。途切れます。途切れっぱなしです。やっぱ秘訣があるんですね。はい。頑張る秘訣。頑張る秘訣ですか。もう前を見て、お客さんと、うちの主任から、ネタがないよってやるのが、集中力を取り出さない秘訣です。気合いますよ。ネタないよ。はい、聞いてます。このおばさんって難しいですね。まあそうですね、今から人生共にしていく、まあかけがえない人ですよ、あの人は。いや、本当です。ジョーボスはですね、今からもうずっと一緒に乗る人です。続いていきますよ。ずっと続いていきます。もうなんだかんだやれたから、もうケチョンケチョンやれるけど、結局ついてきとるんですよ、ことに。うちの社長はもう最強の社長やけど、それに集まったのが僕たちです。さんたちは、うん、本当にできそう。そうそう、もうみんなもともと俺に20年ぐらいついてきてくれるやつらばっかしやけど、そう、若手のうちからほら一緒にやってきた連中やね。じゃあもう今お店があるのってほとんどは人がそんなに別にたどってたの。そうそうそう、ほんとそうよね。もうそれがなかったら逆に やれへんよね。いくらお金持っとってもできる商売じゃない。今振り返ってみてどんな感じですか。今が一番いいよ。もう何がいいかって言ったのが、魚が大事に扱えるやん。もう俺なんか若い時からそうなんよ。もう魚は彼女と思えっていうような感覚よ。いっぱいおる中でもこの一匹はもうこの一匹しかおらんのやけんみたいな。こいつはもうこの世に一匹しかおらんじゃけん、大事に一匹ずつ扱わな。それがもう従業員の人たちにも浸透する、染みついてる、うん、もう俺はそう思ったよ。今が一番楽しい。